おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。お弁当作るよ。小松菜はね、適当な長さに切って600ワットで1分半レンチン。そしたらさ、水気が出てるから拭き取るよ。でさ、私今日木曜日じゃなくて金曜日だと思ってたので、金曜日今日で終わりだと思ったら木曜日ということにさ気づいて、なんだあと1日かって思っちゃったもう勝手にね、自分で木曜日って思ってたからさ、びっくりしたでね、分量これね、もうすごく簡単。もう最初にさ、からし醤油、醤油でからし醤油か風に溶かして、それからさ、かつお節をパサッと入れてね、そしたらね、からしがひとところに固まらないからさ、さっぱりとした箸休めにもなるね。これでね、小松菜のからし醤油和えの出来上がり。そしたらウインナーに切り込みね。でね、今日は豚こまさんでチャーシュー、分量これね、もうさ、ほんと節約になる食材を使って、なんかこのね、物価高騰を乗り切ろうそんな思い方。もうほんとね、いろいろ値上がりばっかりで、もうほんとふーってなるもんね。もううちもね、ガス代もね、わーおーっていうぐらい高くてさ、びっくりしちゃったよ。やっぱプロパンガスは高いのよね。そして寒くなったらさ、シャワーじゃなくて お湯をほら溜める、なんていうの、お湯を溜めるからね、ほんとね、ガス代ワオワオでした私はね、洗い物の時にはね、極力ね、水で洗うのよ。お湯で洗ったらさ、手のひらの油分とか持っていかれてパッキンパッキンになるからね、赤切れをするから極力水で洗うようにしてるけど、冬場はやっぱ風呂を溜めるからね、どうしても上がっちゃうよねもうガス代も電気代もほんとワオワオワオ、もうため息だったよ困ったもんだそしたらね、だし巻き卵の準備ね。そしてさ、昨日、私最近さ、時間があるときに、なんていうの、配信サイト、ライブの配信サイトみたいなのがあるよ。ツイキャスとか、ふわっちとか、あとは TikTok、あれもライブ配信があるでしょ。で、昨日はね、何気に TikTok のライブ配信の、なんていうの、あれ、おすすめ、最初こうピャンピャンって開いた時におすすめに出てきてさ、えらい雪が降ってるなと思ったので、その時はそこまでさ、気にも留めずに何気なくこう少しだけ見て、すぐこうなんていうの、ピヨンってしたので、ね、何時間か経ってからね、またおすすめに出てきたから、そのライブ配信をね見たんだけど、三重県だったかな、三重県の菰野インター付近に泊まってるさ、大型トラックの運転手さんのライブだったの。そしたらさ、いろいろ話を聞いてたら、その運転手さんね、昨日の明け方3時50分からそのなんていうの、通行止めで、あれ、立ち往生してるって言って、その時がまだ昼ぐらいじゃなかったかな、最初ちゃんと見たのが。で、もう食料はなくなったって、朝の5時にパン食べたのが最後でって、食料はもうなくなったって言ってさ、だったのよ。だからもうそれから今度さ、気になり始めて、
寒いのに大丈夫かな、お腹も減っときゃいよねって冷えるよなと思ってでずっと見てたんだけどさ、そのやっぱ高速で立ち往生してたのは大型トラックのね運転手さんが多かったね。でね、もうほら結局さ、昨日の明け方3時50分から止まってるから、いつ動き出すかわからないから寝てないんだって。そしてさ、朝の5時のパンを最後にね、食べ物も食べれてないって。もうさ、そこの、なんていうの、立ち往生の中にいるトラックの人たちのことがさ、心配。もうおばさんだよ。なんか心配になってみんな大丈夫かなって。ほんで、その人のね、会社、そのライブ配信をしてた人の会社っていうのは、アイドリングストップなんだって。だから寒いのにさ、エンジンも切らんないかんしさ、ただね、定期的にエンジンはかけときゃった。そのバッテリーが散らがったらいかんからって、定期的にかけたりしときゃったのよ。でも、日が暮れてさ、夜になってきても、まだ1ミリも動かないで、ずっと渋滞にはまっときゃってさ、もうお水、水分が切れたのがね、どっか夕方ぐらいだったのかな。もう声も枯れて、もうほんとだんだん声にも元気がなくなってきててさ、もうほら、私さ、知り合いでもなければさ、ただの他人、ただの他人っていう言い方も変だけど、ねえ、もうほんとね、心配になって、まあ、でもね、私は、あったかい布団で寝たんだけども、で今朝5時頃どうなんだろうと思ったらね、今朝の5時の時点ではまだね同じような状況だったけど、目覚ましテレビで何時だったかな、6時か7時かどっちかのねニュースで、その小物インター付近のその立ち往生中のその車は動き始めたって言ってたからさ、ああよかったとは思ったものの、やっぱお客様の荷物を積んでるから、この渋滞中のそれを抜けてももう休憩なしで配らないといけないっていう話を聞いたらさ、もうほんとかわいそうになってさ、もう私アマゾンでよくポチポチしてるけど、こうやってね頑張ってくれてるドライバーさんたちがいるから、私はね大手からポチポチできて、いつもねちゃんと配達してもらえるんだなと思ったら、もうね感謝の気持ちでいっぱいになっちゃった。まあでもそのね、そこの昨日立ち往生してたトラックの人たちが本当無事に動けてよかった、早く帰ってあったかいねご飯食べてお風呂に入って眠れることをね切に願ってる。なんか今日はいっぱい喋りすぎたら何もご飯について喋ってないけど、材料と分量これですまた概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。